どうもおはようからこんばんは、殿でござる。レミロワ続きをやっていきましょう。で、ちょっとね、武器のガチャやっていたんですけれども、引いたのがこのメカブレード、こちらを手に入れました。クリティカル率アップにスタン特攻で、魔法は氷結、ランクは B。 ちょっとね、こっちの方が最低ダメージで言ったら高いんで、ちょっとこれを使ってみようと思います。というわけでいきましょう。これで次は2の2かな。いわゆる夕暮れのところ。それは聞いたぞ。2の2。あ、ここでやられたんだよな。現在 HP はマックス、MP もスタミナもマックス。だったらもう氷結を使う。敵を攻撃することで MP もちょっとは回復するんですよね。で、アイテムを取ってまた回復。相手を攻撃させないっていうのが今のところはいいかな。攻撃力強化よりかはそっちの方がなんかこう有用性がある。私の場合は被弾を避けないといけないですからね。こういうところでもう初っ端使うとか。回復アイテムが出ている。で、まだ敵は2体いるな。よし、お、全部 S、 素晴らしい。マスターは魔力というものはどこにでも存在すると言われた。まるで空気のように。うおー、ああ、そこもなんだろう、強制イベントなんだ。魔力はどこにでも存在する、マナみたいなものかな。で、戻れば MP 回復できるんですよね。だったら今のうちに魔法をガンガン使っていってもいい。中ボスもいることですし。あ、で、 HP 回復も出た。よし、今のところはまあまあ順調ですよ。またヤドカリみたいな中ボスか。クラゲの方がいいんだがな。まあ、まずは雑魚敵から倒そうかな。魔力回復もできるし HP 回復もできる。ここら辺は通常攻撃を続けていくだけで勝てる。こういう遠距離攻撃は気をつけよう。で、ホーミングしてくるんです。いやー、このホーミングが鬱陶しいな。敵も結構いる。ロアもちょいちょい攻撃はしてくれるんですよね。で、心出しかダメージも上がっているように思える。最初見ていた時は80ぐらいしか食らわせられなかったんだが、今見ると100ちょい食らっている。で、まだこっちにもいるだろう。よし、これで中ボスのみ。こういう風に移動している間でも時間経過ってありますもんね。最終的な評価がどうなるかだな。さあ、これではめていこう。よし、で、自爆か。あ、デザートポイントね。で、 MP もなんかたまったな。で、体力回復はそこにある、覚えておこう。じゃあ、どんどん先に行きましょう。レミー、あの赤く燃える太陽に向かって走るのだ。フライパン。でも最大ダメージは上がるか。
あ、でもスタン特攻じゃなくてプラススタンってことはスタンさせることができる。何が起きたの今？何か変な音が聞こえたのだ。なんかドラゴンらしきものが通ったりね、いろいろあるが、あそこ、あちらの向こうにある島を見るのだ。それこそドラゴンじゃないのか。何かがあるのだ。じゃあちょっとフライパンにしてみよう。なんだろう、テルズオブディスティニーを思い出すな。本当に綺麗な海だね。あ、氷河か。強化だったらね、できれば。何なのだそれは。戻って、やっぱり氷結の方がいい。今すぐ泳ぎたいな。モルディブとか行ったことないな。みんなびっくりするだろうね。いやでもスタイルはいいからな。巨大なハムを見てびっくりするというのだな。殴るよ。どうだ、デザートポイントです。よーし、 S、 宝箱は4つ、ルームランク S 初めてだな。なんかいいの出たりしないかな。びっくりマークは2つ。傘、ほう、プラスで火炎。で、魔法は螺旋弾。こっちはフラミンゴコンボブースト。こっちも螺旋弾か。とするならばやっぱり氷結がいい。で、3万貯まったんでアップグレードのこれ。よしよし、これでより高ランクの片手剣、いわゆる A ランクとか獲得できるかな。今のところ武器で言うとランクは B なんですよね。あ、で武器の方も累計でいったら10分の1は突破している。よし、じゃあ次に行きましょう。お、夜になっている。ほら、ロア、さっきから私のレミは質問が多いのだ。自分はいろいろと隠し事してるくせに私には黙ってついてきてって言うの。2の3ね、どんどん敵は強くなるんですよね。我が輩の中身がデザートのレシピだけのはずはないのだ。我が輩の中にはマスターが編み出したあらゆる記録があるのだ。どれだね。よし、氷結。そんなところばかり読み上げないでほしいのだ。HP も減ってしまっている。まだ敵はいる。攻撃しているだけでも MP は溜まっていくんで、そこでちょいちょい溜めながら魔法を出して氷結させたい。それでも自爆はする。だが敵も巻き込まれている。意外と硬いな。元の世界だったら授業をサボって居眠りしてる頃なのに。ガンガン、なんだろう、肉体労働していますよね。レミは学習態度が良くない生徒なのだ。勉強好きな学生なんているわけないよ。普通の一通りのコンボで倒せなくなってきているな。我が輩は極めて優秀な大魔導書なのだ。お勉強が一番簡単だったのだ。あ、結構被弾している。体力が落ちてるよ。おっと、危ない。いや、だがポーションはあるな。よし、回復。ふう、危ねえ危ねえ。敵はまだまだいるぞ。よし、危ない。あ、で、また HP 回復か。
で敵はまだ一体いる。強化は B ね。回復アイテムとかは落ちてはいなかったよな。夏休みに遊びに行くとしたら山かな、それとも海。いや水着が見たいから海がいいな。どちらも遠慮したいのだ。お家でゴロゴロするのが一番なのだ。意外と引きこもりなんだろうな。まあさすがに本だからな。で中ボスエリア、お私を見失ったか。この辺敵はいなかったっけ。こっちか。おっと危ない、自分から当たりに行くところであった。爆発か。ふう、回復アイテムをこうドロップする確率が上がるとかそういう強化もあったらいいの。さあみんな凍れ。今のところ氷結が一番いいな。ただ回復アイテムは落ちてはくれない。敵はまだ3体。あっ、クラゲが出た。クラゲたちに気をつけるのだ。爆発するのだ。小さなクラゲ？あ、本当だ。なんか出している。そういう小さいクラゲは出しては来なかったな。いわゆるちょっとこう距離を置いていたらそういう攻撃をしてくるっていうことかな。じゃあ氷結。よし。MP がどんどん上昇するな。今はそんなことを考えている場合ではないのだ。ボロボンは黙ってて、今夜も暴漢の役に立ってもらうからね。我が輩をテント代わりに使うでないのだ。いやそんなでかくないでしょ。おとなしく巨大化してお布団になりなさいよね。出ないと焚き火に放り込むよ。くさっきは夕焼けを見て急におかしくなっちゃったからびっくりしたよ。あ、その話掘り返すんだ。はあ、太陽のように暖かく眩しい。やでもどうせ本でしょ。それであんたとそのヘリアの間に何か。ヘリアと我が輩が恋人同士。残念ながら我が輩の肩を。何よ。それ夕暮れが茜色に染まるとき、まさかそのヘリアの身に。我が輩にた残念だな。じゃあ先に進みますよ。さあ氷結。で敵はそっちか。何か撃ってくるか。よし、お全部 S ね。回復アイテムとか出てくれたらいいんだがな。こういうものを壊す限りは、出るのはデザート。リゾート地を荒らし回っているな。ポイントはまだ1万7000。これで次か2の3かな。相変わらず喋ろうとしているところ、なんだろう、強制的にそうなるような、リザルト画面っていうのかな。武器とかありますか。あるな、野球バットね。やっぱり今はメカブレードかな。高ランクっていう割にはいいのを出したいんだが、1460どうかな。
あ、同じメカブレード。いや、じゃないな。結局取った時にもう切り替わってしまうんだよな。なんか新しいのある？びっくりマークが出ればまだ取っていない武器があるってことなんですよ。ないな。じゃあ回復だけしましょう。ちょっとでも回復しておけば2発ぐらいはいけるでしょう。で、2-4 ってことはボスエリアってことですよね。もう少しだけ頑張るのだ。一体どんなボスが来るんだろう。そういう大ボスっていうのかな、そういうのにも氷結が効けばいいんだが。あ、また君か。ここまで来られるなんて。お、また現れたよ、あの女の子。やめるのだ、シュウ。これ以上妙ちきりなメカモンスターでラグノアを破壊してはならぬ。じゃあこの子が原因ってことですか。僕の可愛い子供たちは、あのシュウ。マスターのいないラグノアなんてもう何の価値もない。だから壊すっていうのか。君を使ってポータルを開いたら、この忌々しい場所から出て行ってやる。シュウ、お主、もしもし。で、またモンスターを召喚してくるんでしょ。お、なんだ、竜みたいな敵だ。攻撃タイミングってある。おっと、透けているんじゃないのか。わあ、我が輩に水を飛ばすでないのだ。髪が濡れると乾かしてもシワシワになっちゃうのだ。てか氷結届いていないよな。出た時にちょっと攻撃して、こういう時に避ける。あ、さすがにここは当たらないか。ってことはヒットアンダーウェイ。ちょっとずつダメージを与えていく。攻撃パターンはそれしかないのか。それドラゴンマンとかだよな。あなたはそんなに甘くないのだ。ロアの攻撃もちょいちょい食らっている。同じところか。お、攻撃パターンが変わった。レミちゃんがいるところに、なんだろう、地雷みたいなの置かれるな。奴の放水攻撃に気をつけるのだ。まともに食らったら打球間違いなしなのだ。ね、氷結とか食らわないし。こいつのせいで嫌いになっちゃいそうだよ。さあ、半分以上は削った。あ、また地雷みたいな攻撃をしてくる。ある程度パターンは見えてきた。水爆弾に気をつけるのだ。とか言っていると食らうという。で、またその攻撃。でも勝てそうですよ。で、そろそろまた地雷が来るんじゃないのか。危ない危ない。いや、また撃ってくるな。ここジュラシックパークじゃなかったよね。もうちょいですよ。おお、連発。今がチャンスなのだ。集中攻撃なのだ。いや、でもね、あのちょっとダメージ食らいそうだから。よし、倒した。ふう。あら、いろいろアンロックされた。あ、今度はマーク2ね。おお、勝ったのだレミ。なんかマーク2っていうトロフィーが出たから、ヒギロナメは多分マーク2だ。本当に、やっぱり人間なんて。え、2連戦とかやめてくれよ。私も決
それじゃここにいた人たちみんな消してしまったってこと？そうそう、ちなみにねこのゲームなんと2プレイヤーでできるんですよね。そういった場合このシュちゃんを使うとか、もっと強力な子たちを次から次へと送ってやる。連戦だけはやめてくれ。待って、あの子自身では戦おうとしないんだ。まあシュが思いっきりグレてしまった。でいろいろありますよね。ニールブルー、これは取ったことはあるんだ。じゃあこれで2のマップクリアかな。メカモンスター、それに宙に浮くおしゃべりな本。あ、なんとか A ね。あー一番いらないの出たな。新しいのもない。こういうの見ていても、あでもあるな。引いてみるか。46000あるもんな。どうだ。あメカブレ、いやでも強いクロノブレード。螺旋弾か。強血がいいがダメージいったら高いですよね。あこっちでいくか。あでもこっちも新しいのあるな。あ忍者刀ね。じゃあクロノブレードでいきましょうか。螺旋弾だから、まあ、ダメージは与えれるからな。かといって HP はもう半分だ。じゃあ回復もしましょう。でアップグレード。まあ、三角でつなげていくのもあるのね。これか。じゃあこっちを強化しよう。で、あとは持ち越しにしましょう。結局は商人的な人まだいないよね。ショップかな。一体どういうものを売っているんだろうね。でマップは全部で4つってことは次が3つ目。あらあら、もう後半戦ですか。ここはトレア、マスターの研究室があった場所だ。虫？急にガクガク震えてるけどどうしたの？レミちゃんは虫は怖くないんだ。そんなわけないのだ。おや、あんたの背拍子に毛虫が。ガチャガチャ。おー、錬金術の森トレア。というわけで、じゃあ今回はこの辺にしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。おー、レミが元いた世界にもあれに似たものがあったのか。うん、暖炉で焼いて食べると美味しいよ。昔は焼く前に切れ目を入れるのも知らなくて。家に暖炉とかあるの？結構お金持ちだったとか。トラブルメーカーなのだ。